ことをみんなでこれを回しながら歌うわけです。で、ほかほか鳥持ってない半分の人たちはこれでバン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 ってやりながらこれを歌うわけ。バン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 。で、ほっかほっかが飛んできた、スキムランドに飛んできた、耳を澄ませて聞いてごらん、パーチェパーチェの歌が聞こえるよ。ホッカホッカが飛んできた、スキムランドに飛んできた、耳を澄ませて聞いてごらん、パーチェの歌が聞こえるよ。ホッカホッカが、はい、みんな大きい声で、はい、ホッカホッカが飛んできた、スキムランドに飛んできた、耳を澄ませて聞いてごらん、パーチェの歌が聞こえるよ。ホッカホッカが飛んできた、スキムランドに飛んできた、耳を澄ませて聞いてごらん、パーチェの歌が聞こえるよ。ホッカホッカが飛んできた、スキムランドに飛んできた、耳を澄ませて聞いてごらん、パーチェの歌が聞こえるよ。いいですね。風の人、それからホッカホッカを回す人、そしてパーチェ、平和の虹の旗、この旗、僕がイタリアの世界短編映画祭に招かれて行った時に譲り受けたパーチェの旗、 PAC、ね、この旗、今から、何年か前にブッシュさんがイラクで戦争を起こした時にイタリアのローマの市民の 70% が戦争をやめてくださいって言って、戦争をやめてくださいの意思表示をした旗を僕は短編映画祭、イタリアの短編映画祭を主催したトマストさんから譲り受けた。この旗を持って日本、世界を回るようになってから虹がもういつもかかるね、本当にこれはすごく、エネルギーがこもってますこの中に。で、この旗をこのここにつけて、これをはためかす人、これも誰かやってほしいんですね、表で。で、このスキムランドのところにこの歌声と平和、これを響かせたいね。で、これはモンゴルの空を泳いできた鯉のぼり。で、その鯉のぼりって普通あのポールみたいなところに縛り付けてあるでしょ。そうじゃなくて、鯉のぼりは旗のように振ると泳ぐの。ね。で、子供たちはこれを持って走り回り、泳がせ、モンゴルの空に魚が泳いだの。この魚。これだよ。これちょっと、こんな風に、こんな風に泳ぐのよ。ね。で、これを持ってはためかせてですね、この旗をこうして、またこれを持ってる人こうしてラクダを作って、僕はこのスキムランドに人、あの、僕たちの、 あの、なんか声を響かせたいんだよ。森の木に、なんかこう届けたいの、ここのスキムランド中に。名前なんだっけ、ミャオ。ミャオはあの多分あのね、すごく多分体力もありそうだね。わお。あ、角川さんと言いますけど、はい、ちょっとちっちゃいの持ってもらえます。あ、持ってきた。これから楽団作って、ちょっとね、暑いからあのできるだけ少なくいきますね。本当は楽団作ってこのところを1時間ぐらいやるんだけど、ちょっと暑いから倒れちゃうからね。で、ほっかほっか鳥持ってってね。で、ちょっとあの予行練習します。いいですか。ここでまずあのみんなの、ね、楽団をちょっと響かせてからいきますね。バン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 
ニアオはちょっと太鼓をよく、ね、聞いて。